岡山香川のサッカーを熱く盛り上げていく番組、キックオフ岡山香川。さあ今回からスタジオが一新しました。はい、赤嶺さんいかがですか？はい、いやおしゃれな空間になりましたね。そうですよね。はい、ちょっと森の中にいるようなファジマルもいますね。隠れてますよ。はい、実はですね、はい、スタッフによりますと、はい、こちらは早朝森のカフェでサッカー談義というのをイメージしているそうです。はい、森になってますね。ですよね。はい、ちょっと朝のね爽やかな感じも感じながら、そうですね、はい、喋っていただきたいなと思います。ということで、ね、今回森のカフェでサッカー談義ということなんで、うん、はい、ちょっとねこんなものもご用意しました。はい、お願いします。はい、コーヒーです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。はい、コーヒーを飲みながらサッカー談義で。ちょっと飲んでください。あ、はい、いただきます。はい、もうね、ゆっくりリラックスしながら。美味しいです。さあ今日もファジアーノから参りましょう。明治安田サッカー J2 リーグ第22節、ファジアーノ岡山はアウェーで清水エスパルスと対戦し1対3で敗れました。実は、はい、この試合私現地清水まで、はい、応援に行ってました。お、はい、ちょっと試合前には有名な爽やかのハンバーグも。美味しそうですね。180分待ちでした。長いですね。いやでも本当に、はい、IAI スタジアム日本平、はい、こう行った人にしかわからないですけど、いいスタジアムですよね。まあね、あそこのスタジアムは本当にアウェー感感じますし、うん、なかなかこの勝利をつかむのって簡単じゃないですね。いや、そうなんです。木山監督もこの前おっしゃってました。はい、なかなかあそこで勝つのは簡単ではないと。はい、さあそんな中行われた清水戦ですけれども、はい、振り返ってまいりましょう。明治安田 J2 リーグ第22節、4位のファジアーノ岡山はアウェーで3位の清水エスパルスとの上位対決に挑みました。さあまずは前半20分、清水の右サイドバック原輝樹のクロスはこれラインを割らずに逆サイドのカルリーニョスへと渡ります。そこからクロスと思いきや、もう豪快なシュートだ ね。この、普通はクロスボールだと思いますけどね、やっぱちょっと意表を突かれた感じにはなってますよね。なかなかゴールキーパーも難しいですか？いや難しいと思いますね。かなり体重乗ってこのボールのスピードもあったと思うんで、清水に先制点を許してしまいました。うん、そして前半24分、ファジアーノ岡山華麗なパスワークで相手ディフェンス陣を崩して、最後は田中選手がシュート。これもね、はい、ゴールキーパー、いい形でしたね。選手が弾くんですけれども、スーパーセーブですよね。はい、いい形作りましたね。うん、でさらに岡山の反撃が続きます。前半27分コーナーキック、このこぼれ球、田中のヒールパスに鈴木義武がシュート。最後は柳貴弘がヘディングシュートを放つんですが、クロスバーでした。いや惜しかったですね。一度二度シュートチャンスあったんで、うん、決めたかったですね。何度もゴール迫りましたからね。さあ前半42分、田中と藤田のワンツーパスから岩渕がゴール前に抜け出しシュート。ついに岡山が同点に追いつきました。綺麗なゴールでしたよね。もう完璧ですよね。さあ前半も1対1で折り返したファジアーノ岡山だったんですが、後半4分でした。清水のコーナーキック、このこぼれ球を乾がミドルシュート。ゴールキーパーブローダーソンが弾くんですが、こぼれ球をカルリーニョスに押し込まれてしまい、岡山1点ビハインド。またしてもリードを許してしまいました。そうですね、やっぱ難しいスタジアムですよね。こう考えるとなんか弾いたんですけれどもね、惜しかったですね。はい、さらに後半34分、清水の右サイドを北爪が駆け上がり、ファジアーノでもかつて活躍したミッドフィルダー矢島にパス、豪快に右足を振り抜き、岡山ダメ押しの3点目を奪われます。矢島選手にやられましたね。これちょうど岡山サポーターの目の前だったんです。はい、あ、そうですね、遺跡側の、はい、恩返し弾を食らってしまいました。
結局試合は3対1で清水の勝利、ファジアーノ岡山は順位を1つ下げ5位という結果になりました。さあ上根さん、はい、この試合はどうでしたか。まあ、難しいこのアウェーの地で本当にこの難しいゲームになったなっていうのは思いますし、このチームとしても個人としてもこの清水っていうチームは非常にこのレベルが高いチームだなっていうのは、まあこの試合も見てさらに思いましたね。はい、でも前半結構チャンス作れてましたよね。はい、よかったですよね。リズムよくパスワークもできましたし、この背後を狙う選手もいたんで、まあ、最後本当岩渕選手が背後を狙ってからのゴールだったんで、まあ、綺麗でしたよね。そうですね。はい、私現地で見ていて、岩渕選手本当に前半からこう相手の背後を狙う動き何度も繰り返してたんですよ。はい、映像には映ってない部分でも結構何度も繰り返してて、はい、まあ、その動きがあるからこのディフェンスラインもやっぱりこの警戒しますし、まあ、そこを何度かやることによって、まあ、必ずそのスペースっていうのは見えてくるし開くと思うので、はい、やっぱりボール来なくてもこう何度もこうやり続けることが、はい、もうそうですね。攻撃の選手は常にこのディフェンスラインの駆け引きなんで、うん、はい、あると思います。さあそれではスタジオは変わりましたが、はい、あのコーナーは変わりません。やりますか。はい、赤嶺さんがプロの視点ならではの気になる点を鋭く解説するあれです。それではお願いします。はい、赤嶺チェック。恥ずかしいですね。ちょっと変わりましたね。ああ、ちょっと違いますか、スタジオも変わって。まあ、若干ちょっと緊張してますね。はい、さあ今回の赤嶺チェックポイントはどこでしょうか。はい、はい、パスのテンポですね。ゴールキーパーからのキックをまず鈴木選手がここをパスにつなげたのが良かったなとまず思うし、まあ、そこから本当にスタートしたので、あとはこのワンタッチツータッチで、まあ、ゴールに向かう姿勢っていうのがこのゴール前まで持っていけたと思うので、まあ、最後田中選手もこのでもう少しのシュートでしたけど、まあ、相手ゴールキーパーももちろん素晴らしかったですよね、ここは。さあそれでは今ね VTR ご覧いただきましたけれども、はい、今度はこの目の前の戦術ボードを使って解説をお願いいたします。はい、さあまず立ち位置としては、はい、鈴木選手、はい、藤井選手、竹内選手、はい、でここが岩渕選手、ルカオ選手、田中選手ということですね。はい、解説をお願いします。はい、まあ、ゴールキーパーが、ロングボールで前線に送ったシーンですけど、まずはここを鈴木選手がクリアするんじゃなくてこの藤井選手につなげた、ここからまず攻撃が始まったと思うんです。はいはい、で藤井選手もまた、ワンタッチ目で体の向きを変えて竹内選手、で竹内選手はこのダイレクトで岩渕選手前方ので、岩渕選手はまたツータッチ、その時も体の向きですね、でルカワ選手に出す、その間に竹内選手ですね、このダイレクトで出した、あとこのサイドを、はい、走り込んでましたね。ここをダイレクトで出した、でその後ここはもう中が1対1になってたので相手ディフェンスが全部スライドしてたの で竹内選手はここを見逃さずにクロスボールを上げて田中選手がシュートしたシーンですね。やっぱワンタッチツータッチでやると今度この前線へ前へこのスピード感というのは非常にあるなと思いますね。そうですね、あっという間にゴール前行きましたもんね。そうですね、はい、さあ明治安田 J2 リーグファジアーノ岡山は今日午後7時ホームで仙台を迎え撃ちます。さあ赤嶺さん、はい、ポイントはどこでしょうか。そうですね、まあ、4-4-2 の形で、仙台は今、やってますけど、うん、相手がまずポゼッションするときにこの両ボランチですね、ここを経由してどんどんこの展開していくっていうのが、まあ、仙台の一つ特徴だと思うので、はい、まずはこの両ボランチをしっかり、まあ、ボランチが見るのか、もしくはこのワントップ、まあ、ワントップの選手がいてこの2列目の選手がしっかりパスコースを切るのか、だからそういったこのはっきりとした、プレー守備の形っていうのが一つ重要かなと思いますね。はい、このダブルボランチ、はい、そこからこう起点となるパスが出て、そうですね、ゴール前まで行きますもんね。はい、でその後にあとこの両サイドハーフですよね、はい、4-4-2 の相手の、まあ、非常にこの誰がやってもスピードがあります。はい、突破力あるのでまずここをしっかり止めなきゃいけないかなと思いますね。前節の清水戦もそうでしたけど、はい、結構その後ろの、うん、岡山のウイングバックの裏を
そうですね、この背後っていうのは、はい、割れるケースが結構ありましたよね、清水戦、はい、そうですね、やっぱこの3バックなので、はい、で、まあ、戻るとまあ5バックにはなりますけど、まあ、もちろん高い位置を取ると思いますので、はい、でこの3バックの背後、このボランチの脇、まあ、そういったところのケアも大事かなと思いますね、はい、今シーズンファジアの岡山はベガルタ仙台に対しアウェーで4対1の快勝を収めました。プレーオフ昇格争いで両チームとも負けられない一戦です。ぜひとも今日はホームサポーターの前で見事な勝利を飾ってほしいですね。スタジアムに行ってみんなで応援しましょう。さあ、それではファジアの岡山イベント情報です。さあ、この仙台戦なんですが、はい、ゲストにあのピアニストの、はい、ハラミちゃんが来場されるということなんですよね、はい、そうですね、あの何度か見たことあります。本当ですか、はい、いや、この仙台戦は、ね、はい、ここも大事な試合になると、うん、あ、大事ですよね、はい、思うので、もうね、こうスタジアム全体でね、はい、勝利に導くね、こう雰囲気を作ってほしいですね、はい、行きましょう、はい、さあ、それではコマーシャルの後は蒲田マーレアウェーの今治戦を振り返っていきます。蒲田マーレさぬきです。さあ、蒲田マーレ現在19位となかなか、ね、はい、こう調子が上がってこないんですけれども、うん、はい、こう赤嶺さんが思 う, こう、はい、問題点課題というのはどんなところだと思いますか。まあ、得点力じゃないかなと思いますけどね、はい、得点力、はい、あのこの毎試合チャンスは作れているの で, そ, うですよ、ね、まあ、そこをやっぱ決め切る力が本当に大事じゃないかなと思いますね、はい、さあ、それでは明治安田サッカー J3 リーグ第19節、蒲田マーレさぬきはアウェーで今治と対戦し1対2で敗れました。リーグ前半戦の最後に行われた四国ダービー、4試合ぶりの勝利を目指す蒲田マーレの課題は先制点です。しかし前半15分、今治のショートコーナーに対応しきれず4試合連続となる先制点を許します。それでも39分のコーナーキック、こぼれ球を拾った吉田源太郎のクロスから富永のヘディング、ピンポイントのクロスにうまく合わせましたが、これはポスト直撃でしたね。そうですね、惜しかったですね、まあ、タイミングも良かったですけどね。そうですね、はい、さあ、前半は1点ビハインドで折り返します。後半11分もセカンドボールを拾った吉田源太郎が仕掛けます。シュートは枠の外でした。このシュートまで持っていく形っていうのは非常にいいですよね。でも29分はコーナーキック、再びセカンドボールに吉田源太郎、シュート性のボールで最後はね、赤星選手も合わせたんですが、はい、惜しかったです。さあ、1点が遠い蒲田マーレ、42分、江口選手のフリーキック、サイドネットをかすめました。主導権を握りながらもなかなか追いつくことができません。そして後半アディショナルタイム、ここで今治に追加点を許してしまいます。ただ2点差となってもサポーター諦めず声援を送り続けます。アディショナルタイム8分でした。走り込んだ川西がシュート、角度のないところからニアサイドを打ち抜き1点差に迫ります。そうですね、このもう思いっきりよく打ちましたね、ここは。気持ちいいゴールでした、はい、前節の劇的な同点ゴールが頭をよぎる中迎えたラストプレー、キーパーの今村もゴール前、赤星のヘディングは枠の外、同点ゴールとはなりませんでした。このまま試合終了、四国のライバル相手に主導権を握りながらも4試合ぶりの勝利とはなりませんでした。それでは赤嶺さん、はい、あれをお願いします。はい、赤嶺チェック。さあ、注目ポイントどこでしょうか。チャンスで決めることですね。はい、ここ左サイドをこの富永選手と吉田選手が、突破したシーンですけど、まず2人のこの関係性、
この強弱、ドリブルの強弱もそうですし、この常に背後を狙うシーンという考えは非常にいいなと思いますね、はい。あとはこのマイナスのクロスボールも良かったですけど、まあ、赤石選手少し体勢が悪かったですけど、まあ、フォワードなのでこの打てるときはやっぱりこの足を振るっていうのはこの気持ちは分かりますね、はい。どうすればよかったんですか、はい。まあ、この背後からこの吉田陣平選手が走ってたので、まあ、吉田陣平選手がこのスルーとかそういった声もあったらもしかしたらいい体勢の吉田選手がシュート打てたんじゃないかなっていうシーンでもありますよね。佐々木の立ち位置としては、はい、ここが吉田源太郎選手、はい、で富永選手、赤星選手ですね、はい、解説をお願いします、はい。まずこのセカンドボールルーズボールですよね、をしっかり、富永選手がこの背後のボールをしっかりこの浮いたボールですけどこの1回でターンしたのもまず非常にうまかったなと思いますね、はい。でここからこの吉田選手に渡って、まあ、2人でどんどん崩していくんですけどもちろんこの相手ももちろん下がってたので3人4人と、いたんですけど、はい、まあ、この2人のドリブルのこの緩急ですよね、はい。そこでこの2人の関係でこの背後を取る、まあ、赤内選手がマイナスに来た時をこの、まあ、そうですね、ちょっと体勢悪かったですけど背後に吉田陣平選手がいたので、まあ、この背後の選手がこのシュートを打った選手に対して赤内選手に対してまあ、どう声かけをするかというのも今後重要な、まあ、体制としてはこちらの方が良かったと思いますので、あの吉田源太郎選手がね、はい、あのこうパス交換2人富永選手としてた時に、はい、あの最後あの得意のカットインで、はい、あシュートに行くのかなって思いきや、はい、それに結構ディフェンダーが一瞬止まりましたよね。つらいましたよね、はい。で止まった時にまたこの、はい、富永選手が背後を狙った、まあ、そこも見えてるし、はい、あとはやっぱ本当決め切るチャンスでしっかり決めるじゃないかなと思いますね。それでは蒲田マーレさぬきのイベント情報です。明日の琉球戦では七夕&サヌピーのバースデーイベントが開催されるということなんです、はい。あの7月1日が、ね、サヌピーのお誕生日なんですよね。でも過ぎてますよねそうなんですよね、はい、でもやっぱりお祝いしてもらいたいみたいです、はい、お祝いしましょう、はい。さあそれではコマーシャルの後は未来へキックオフ地域のサッカー香川高松第一フットボールクラブをご紹介します。高松市の高松第一学園のグラウンドで練習に汗を流す高松第一フットボールクラブの子どもたち。チームの発足は2008年、キッズから小学6年生までおよそ80名の子どもたちが所属しています。指導者はおよそ10名、育成方法もコーチ間で共有されきめ細やかな指導が行われています。そうほらぼーっとしとって負けるぞ。そう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 、よく見てる。ナイス交代。指導にあたり大切にしているのが考える力と自主性。かつて地域リーグ時代の蒲田マーレさぬきでプレーした経験を持つ三木正俊コーチは、何よりもサッカーを楽しむことが大切だと言います。まあ、答えを、与えてたら、まあ、そのプレーしか、子どもたちはしないので、まあ、サッカーを続けるためには自ら常に考え続けながらプレーさせることで今後のサッカー人生に役に立つかなと思って、そういうふうに、まあ、子どもたちには指導しています。やっぱり一番はサッカーはやっぱり楽しむことが、一番だと思ってるんで、この前やっぱりジュニア年代でいかに楽しませるかが一番の、大事かなと。じゃあ皆さんに質問です。このチームはどんなチームですか？みんなが一生懸命頑張るチームです。どんなところで頑張る？攻撃や守備で一生懸命守ったり点を決めたりする ところです。みんなが仲がいいチームだと思います。試合前とか試合じゃない時とかもみんなで声を掛け合って来ています。ここ あのコーチとかはどんな人ですか？いや、あの試合とか練習とかをやっている時は、まあ、厳しいんですけど、まあ、優しい時もあります。優しい時もあります。声が大きいコーチが多いです。
声が大きい。はい、時々怖いです。時々怖い。他には怖くない時もある。大きな声で笑う時とか。大きな声で笑う。ミキコーチどんな人？面白い人です。どんなとこが面白い？試合じゃない時とかにみんなに声をかけてくれて、あと面白いことを言ったりしてくれます。楽しいだけじゃない、時には厳しく、そして優しいミキコーチでした。そう、来た。コーチの中でも多田悠馬さんはこのクラブの卒団生。当時の自分の経験を子どもたちに伝えたいと、指導者として今年香川に帰ってきました。そうですね、自分自身やっぱりこのチームで育ってっていう、楽しくサッカーを教えてもらったっていうことがあり、まあ自分も楽しさを、サッカーの楽しさっていうのを伝えたいなっていうふうに思い戻ってきました。やっぱり本気でサッカーに取り組んでほしい。もう楽しみを持って、もうサッカーが楽しくて仕方ないっていう気持ちを持ってサッカーに取り組んでほしいなって思います。それでは最後に将来の夢を教えてください。プロサッカー選手です。なるほど、素晴らしい。プロサッカー選手になって世界に行くことです。世界プロサッカー選手になることです。徳島ヴォルティスで、J1 に行きたいです。ここのサッカーのコーチになりたい。あ、コーチになりたい、うん、大人になったら、うん、子供の頃ここのサッカーが楽しかった。今楽しいから。うん、今ミキコーチ楽しいですか？楽しいですね。まあ、子供の、まあ、笑顔とか、まあ、サッカーやってる姿とか、まあ、そういう姿見るとやっぱり嬉しいですね。全力でサッカーを楽しむ高松第一フットボールクラブ、プロサッカー選手の夢叶えてください。銀行お金。さあ、高松第一フットボールクラブの取り組みどうでしたか？まずはこの楽しんでやるってことで、非常にこのいい取り組みだなと思います ね、 そうですよね、はい、やっぱり子どもたちね、プロサッカー選手目指している子多かったですね、はい、一人徳島ボルティス目指している方いましたね。たまたまありじゃないんですね、はい。コーチ自身がこうまた戻ってきて教えるっていうのも、ね、はい、いいですよね、その取り組みは、うん、はい、ね、今度も皆さん、ね、楽しんでやってらっしゃるなっていうのを感じました、うん、はい、本当楽しんで成長してほしいですね、はい、成長してほしいですね、はい。それでは岡山香川週末のサッカー情報です。まずは岡山から。明日シティライトスタジアムでは IPU 環太平洋大学の大学リーグと社会人リーグの試合が行われます。続いて香川です。明日全国クラブチームサッカー選手権香川県大会決勝戦が行われます。さあ、明日は七夕です。はい、そうですね、はい、やっぱりね、あれを願いたいですよね。はい、勝利です、はい、はい、アジアの岡山、かまたまあれさぬきの勝利を願いましょう。それでは皆さん、最高の週末を。